全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。シシャです。今回は案件動画です。で、遊び場さん、北九州の金属加工をしているブランドなんですけども、うん、今何人かで遊び場さんを応援してまして、で今回そちらの新作のまだ今後こう発売していく焚き火台を送ってもらいました。すごいね。はい、そうなんです。まだ売ってないやつなんだ。まだ売ってないですよ。それをちょっと今回実際に使ってみようと思います、うん、でこれ鉄で、もうがっつり鉄なんですよ、うん、なんでずっしりと重いんだ。重たいです。はい、でもまあそんかい歪まないもんね。そうですね、ステンレスで歪んじゃうから。そうですね、長く使えると思います、うん、めっちゃいいじゃん。今回ここにも書いてるように黒をテーマにしてまして、黒系の今キャンプギアって流行ってるじゃないですか、うん、黒色で全部揃えるみたいな、うん、っていうような人に今後進めていきたいなという焚き火台です。でもさ、はい、これなんか黒サビか、なんかサビ加工みたいなのしてあるでしょ。そうですね、なんか加工されてるですね、うん、まあ、サビにくくていいんじゃないですか。そうですね、かっこいいね、黒で。かっこいいです。しかもこれがさ、炎とか燃やした時にここが揺らめくんじゃない、はい、そうですね、めちゃめちゃいい感じ。じゃあ組み立てていきますね。こうですね、こうですね、こうですね、こうの、こうの、作らないの、で、こうか。お、めっちゃおしゃれ。で、うん、で、こんな感じの見た目。うん、かっこいい。あ、でこれスライドできるんだ、いいね。そうですね。あ、だからこれスライドしてさ、こうやって剥い落としたりとかさ、うん、洗ったりとかできるよね。そうだね、うん、で一応これでこの上にこう置いたら鉄板としても楽しめるし、いい、ね、うん、あとクッカーとか使うときはこんな感じで炎を入れてね、巻き入れてこの上で調理したりもできる、うん、じゃあちょっと火つけますか、せっかくなんでね、うん、安定性がすごいよね。若干熱いで火を起こして、あ、でもちょっと今消えかけてる。熱い熱いです。 OK、 薪は入れやすいね、ここからね。確かに、ちょうどここの穴も開いてるから、はい、風通りが良くて、はい、火がつきやすいですね。そうですね、火の回りが早い。火の回りが早い。そしてこれ暗い時にさ、真っ暗になってからやったらさ、灯籠みたいになってすごいおしゃれだよね、うん、ちょっと夜も見たいです ね、 ね、見たいね。でこれなんですけど、実はこれこんなのも作ってもらったんですよ。ここのパーツだけ。すげえ。キャンプどうでしょうって。これはじゃあどこに、あ、これをの代わり、うん、おー、すごい。あっと、いけた。あっと、危ない危ない。こんな感じで、でこれキャンプどうでしょうってしてもらったんですけど、はい、最初発注した時僕キャンプどうでしょうの方にしちゃったんですよね。どうでしょう、どうでしょうの方にしちゃって、でも僕のチャンネル見てくれて、はい、この僕今ちょうどこれ着てるんですけど、このこれを見て、え、どう、ここ U いるくないですかって言って、うん、で作り直してくれたんですよ、わざわざ、わざわざ。そうなんです。でもどうでしょうもあげますって。どうでしょうももうどうでしょうもくれまして、どうでしょうとどうでしょうと、うん、あとは遊び場さんのオリジナルの黒の、かっこいいですね。かっこいい、かっこいい。え、ちょっとこれで肉焼いてみます、うん、鉄板で、あ、鉄板でね、牛タンで。おお、めっちゃこっちが切るとおしゃれね。いいね、巻き、めっちゃ綺麗やん、うん、横から出てる、出てる火が。ちょっと上から撮ってみて、この横から出てるところ、これ上から見たらすごいわかる、この横から出てるのがいい、いいね、横から出てる感じ。あ、いいじゃないですかね。え、こっちから見てよ、なんかちょっとしたバンバンみたいな。あ、いいじゃん、そうだ、楽しいよこれ。夜とかしたい、いいね、夜いいね。これ牛タン焼きましょうか。うわ、めっちゃ油、なんかこんな感じ、ブシューっていう、いいじゃん、めっちゃいい音するやん。これなんか
めっちゃすぐ焼けちゃいそうよね、火力強いから。うん、ちゃんと焼けてますね。ちゃんと焼けてるっすよ。すごい美味しそう。もうでも一瞬で焼けちゃうから。え、あ、これ美味しそう。お、青唐辛子味噌。えー、美味しそう。いけ、いいですか。うん、めっちゃめっちゃうまい、本当にうまい。いいっすね。うまっ。ちゃんと火力強いのがいい。ちゃんと辛い予感。美味しい。これめちゃくちゃ美味しい。ね。見てください、この牛タンも肉厚でもよだれが出ちゃう。はい。はい。はい、じゃあ、いただきます。うん、美味しい。美味しい。すごいですね、このコンパクトなのに、ちゃんとお肉がすぐ焼けるっていうのが、やっぱ。手軽よね。手軽ですね。うん、ちゃんと焼けるよね、なんかもう。ちゃんと焼ける。うん、無駄な油すぐ弾く。しかも思ったんですけど、うん、やっぱこの素材がいいから、うん、洗うのもすぐ汚れが落ちそうで、洗いやすそうですね。ちゃんと加工してあるから、うん、洗いやすいはず。洗いやすい。加工ちゃんとしてそうだよね、これ綺麗に。こう値段今。これ17,000円の5,500円です。安い。そうなんですよ。結構こういう模様がついてるのって結構高いんですよね、うん、これ模様つけるだけで。確かに数万するんですよ。3万とか4万ぐらい普通するんですけど、こういうのがついてこの値段なんで、はい、いやー、これはもうボーナス出たら買うしかないですね。そうなんですよ。本当にそう、本当にそうなんですよ、うん、本当にそうなんですよ。いいね。2人は余裕だね。それ2人余裕ですね、うん、でも7人ぐらいって考えたら全然余裕できる。何人か食べれるし、うん、持ちやすそうだしね。そう、めっちゃコンパクトになるしね。もう止まらなくなってるよ、美味しすぎて。次は、はい、あのせっかくなんでこれ使って肉まんをちょっと焼いてみようかなと。はい、いただきますよ、はい、オープン。おお、はい、はい、というわけで夜暗いところで使うとこんな感じ。すごい綺麗ですね。すごいよ。なんかこの絵柄がね、ちゃんとね、かっこいい。かっこいいわ。キャンプどうでしょう。なってる。やっぱこの柄がいいね。柄がいいよ。柄が。あとはなんて言ったってこの薪を焚いてれるところ。そうね。縦に入れられるからね。そう、縦に入れられるから、うちは縦に入れたいからめっちゃ好きですね。高さ出せるからね。そうなんですよ。では、今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。